檜山進次郎は、京都府京都市右京区出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球評論家、YouTuber。一部メディアでは、檜山進次郎と表記。現在はホリプロに所属する。通算代打起用回数、代打安打数、代打打点数すべて、歴代2位を記録し、メディアやファンから、代打の神様と呼ばれ、打席に立つたびに、スタンドから声援を受けるなど人気を誇った。愛称は、ヒーヤン、ヒー、悠久の若虎など、京都府京都市右京区出身。平安高校を経て、東洋大学へ進学。東都大学野球リーグ通算76試合出場、261、打数83安打、打率、318、13本塁打、45打点。ベストナイン3回。第20回日米大学野球選手権大会日本代表に選出された際は後にプロでチームメイトとなる金本智明と同室になった。1991年のプロ野球ドラフトで三井浩二のくじを外した阪神から4位指名を受け入団した。入団会見で巨人がオロナミン C ならばリポビタン D の CM をしたいと笑いを誘った。担当スカウト今成康明。1992年のみ守備1登録は内野手登録であり、2年目以降は外野手登録となる。プロ入り後は1軍2軍を行ったり来たりだったが、1995年、開幕早々レギュラー右翼手の亀山勉が怪我で離脱し、空いた右翼を八木弘、関川浩一と共に穴を埋め始めてほぼ年間1軍で試合に出続けた。1996年に藤田平が正式に一軍監督に就任し、4月6日の巨人との開幕戦で3番、右翼手で初の開幕スタメン3打数1安打5番、左翼手に定着し、中日ドラゴンズの野口茂樹から2試合にまたがって4打席連続本塁打を放つなど22本塁打を記録。来日外国人を除く阪神在籍野手で、1シーズンに20本以上の本塁打を放った左打ちの選手は藤田平、掛布雅之に続いてこの年の檜山が3人目であった。檜山本人はレギュラーを掴んだのはこの1996年だったと振り返っている。1997年に吉田義男が監督が就任し、シーズンを通して4番、右翼手レギュラーで起用され、共に前年を更新する23本塁打。82打点を記録した。しかし打率は.227で三振もリーグ2位の.150を記録し、確実性の面で課題を残した。チームは久々に5位に浮上した。オフに中日の中村武史と複数トレードの話が持ち上がったが、本社から NG が出たため破談になっている。1998年は中日から大砲やアロンゾ・パウエルの加入により、開幕対横浜3連戦を2番スタメンレギュラーで起用されたが、打順を意識してしまい10打数1安打と全く打てず、3連敗を受けて打順が変更され、新人の坪井智也が右翼手に定着しパウエルの退団後は左翼手で起用された。打率.226、本塁打15本、打点52と、もともと低かった打率に加えて、長打力も落とした。1999年は野村克也が監督が就任し、開幕に出遅れたことや不振などもあり、出場試合は95試合に止まり、2000年にはトニー・タラスコらとのレギュラー争いに敗れ代打要員となった。2001年は開幕当初は新戦力などが優先され控えや時折スタメンでの出場だったが4月25日対巨人戦からレギュラーに復帰し、シーズン後半は帰国したイヴァン・クルーズに代わって4番を務める。無理に長打を狙わないことで、当時の史上7位、球団記録となる28試合連続安打や、自身初の打率3割を記録。また、この年からチームの選手会長にも就任した。2002年は主に5番、右翼手レギュラーとして出場。終盤に、左肩脱臼で戦列を離れ、矢野陽大、藪恵一の離脱と並びチーム失速の一因となった。浜中治の台頭に加わり、シーズン終了後に、広島東洋カープから金本智明の FA 移籍が決定的になると、フロントに対してレギュラー構想の説明を求めるも回答がなかったとして、FA を宣言した。しかし、期限内に他球団からのオファーはなく、また監督の星野瀬日から慰留されたこともあり、権利を行使した上で、阪神に残留した。2003年は浜中が4番、右翼手に入り、檜山は、春季キャンプから2000年に14試合付いたことのある一塁手へのコンバートに挑戦した。開幕当初は、ジョージ・アリアスや片岡篤史との併用で一塁手として出場。4月10日に一軍公式戦への通算1000試合出場を達成すると、同年18日は、プロ入り後初めてのサヨナラ本塁打を記録した。浜中が右肩の負傷で戦線を離脱した6月13日以降は4番右翼手としてレギュラーに復帰。7月2日の対中日戦で史上58人目のサイクル安打を達成。チームは18年ぶりにリーグ優勝した。日本シリーズでも4番右翼手として出場し、第5戦で決勝的自打、第6戦で本塁打を放ち優秀選手賞を獲得。同年、選手会長を退任して、後任の今岡誠に引き継いだ。2004年5月5日の対広島戦で1イニングに三振のプロ野球タイ記録を作るが、シーズン成績は自己新の84打点、打率306、打撃スタイルを変えた2001年以降では、最多の18本塁打を記録した。2005年はシェーン・スペンサーとの併用で出場。シーズン序盤は打撃不振に見舞われたが、8月25日にはプロ通算1000本安打、同月31日にはプロ通算155本塁打をそれぞれ記録。尻上がりの調子でシーズンを終えたものの、通算成績は過去数年に比べてやや下降した。2006年は主に代打として出場するが、不振にあえぎ一軍定着後最低の打率180を記録。代打としても、出塁率、300、打率、208に終わった。同年、2度目となる、FA 権を取得したが行使せずに残留。2007年シーズン当初は2軍で5月4日に1軍合流したが、浜中に加えて、櫻井光大や林武史介などの台頭もあって、前年よりさらにスタメンの機会は減り、控え外野手としても、桂木育雄の好調の陰に隠れた。8月21日の対東京ヤクルトスワローズ戦で松岡健一から自身初の代打満塁本塁打を放ちチームの逆転勝利に貢献。次の試合もタイムリーを放つなどシーズン終盤には随所で勝負強い打撃を見せた。9月5日には一軍公式戦への通算1500試合出場を達成している。しかし、通算打率は前年に続いて1割台と低迷。さらに、代打での打率は186と前年から大きく落ち込んだ。10月15日、デイリースポーツ紙の一面に阪神を退団という記事が掲載され、檜山自身が自らのサイトでこれを否定する一幕もあった。2008年は進退をかけて臨み、開幕直後から代打で安打を重ねて、高橋光信や桂木野らと共に代打として活躍。勝負強さを買われてセパ交流戦を中心にスタメンでも起用された。打率3割をマークし、この年から八木弘に代わる代打の神様として定着した。2009年も主に代打として出場したが、前年よりも打撃成績は落ち込んだ。10月4日の対中日最終戦で、同年限りでの引退を表明した同学年の立浪和義に対し、阪神を代表してEの花束を贈呈した。2010年は5月18日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、遠井五郎の球団記録に並ぶ、代打通算108安打、6月4日の対オリックスバファローズ戦で、球団新記録となる、代打通算109安打を記録した。また9月16日の対横浜ベイスターズ戦では、代打で登場した金本が怪我のため守備につくのが困難なことや、他の控え外野手を使い切ってしまっていたことから、9回裏1イニングだけ、ライトのポジションについた。この年守備についたのは、この一度であるが、檜山が打席に立たずに、守備だけで出場するのは、2007年7月6日の中日戦以来3年ぶりのことであった。2011年は5月8日の対横浜戦の7回に敵自打を打ち、代打での通算86打点で、球団3位タイの記録に並び、5月14日の対中日戦で9回裏西に代打で登場して、本塁打を放ち、球団新記録の代打通算14本塁打及び、球団3位の代打通算87打点を記録した。シーズン終了後の11月22日には、海外 FA 権を行使せずに、阪神への残留を表明。しかし、翌23日に自身の公式サイト、ひのき舞台が主催するイベントで転倒して、左鎖骨を骨折。同月30日に手術を受けた。2012年には、前述の骨折の影響で、公式戦の開幕直前から一軍に合流。開幕から代打での起用が続いていたが、5月27日の対埼玉西武ライオンズ戦では5番右翼で先発出場。スタメンは2009年6月13日の対千葉ロッテマリーンズ戦以来3年ぶりだが、守備についてのスタメンとなると2008年8月7日の対広島戦以来4年ぶりであった。しかし代打では8月23日の中日戦で安打を放ったことを最後に、翌年5月8日の対巨人戦まで22打席ノーヒットが続いた。2013年も開幕から一軍に帯同すると、前日の巨人戦で自身23打席ぶりの安打を放つとともに、球団新記録でセリーグ史上第3位となる代打通算99打点を挙げた。5月12日の対ヤクルト戦でも敵自打を放ち、宮川隆夫、浅井樹に次ぐ代打通算150安打、宮川、川又ベリに次ぐ代打通算100打点を記録。8月7日の対広島戦では、セリーグ歴代単独2位となる代打通算155安打を放った。9月7日に同年限りでの現役引退を表明。引退試合となった10月5日の対巨人戦には5番右翼手でスタメンに起用されたものの3打数0安打で8回表の守備から交代した。最終打席となった第3打席は一塁ゴロ。試合後のセレモニーでは今日ここまで皆さんと共に2回のリーグ優勝を僕は手に入れました。しかしながら日本一という称号はまだ手に入れてません。この忘れ物をいつか必ず取りに来ます。その時はまた、ファンの皆さん、タイガース球団の皆さん、一緒に戦いましょう。本当に僕は、幸せ者でした。22年間、ありがとうございましたと挨拶した。なお、チームがシーズン2位で、クライマックスシリーズへの進出を決めていたことから、引退試合の後も、広島との同シリーズファーストステージに出場。第1戦では、7回裏1失点2塁からの代打で有飛に倒れた。しかし、第2戦では5点ビハインドで迎えた9回裏2失1塁の場面で代打で登場。2003年の日本シリーズでの広沢克己の記録を更新するポストシーズン史上最年長本塁打となる2ラン本塁打をライトスタンドに放つ。しかし、チームは4対7で敗れたため CS での敗退が決定。結果として、前述の本塁打を放った打席が、檜山にとって現役最後の打席となった。2013年10月23日付で、セントラルリーグから任意引退公示。これを機に、阪神タイガースを退団した。同年12月1日付でホリプロとマネジメント契約を締結。ベースボール&スポーツコメンテーターとして活動することを表明した。2014年からは、朝日放送の野球解説者や、日刊スポーツ新聞西日本専属の野球評論家を務める。同年2月20日には、現役時代に、阪神のコンディショニングコーチや個人トレーナーとして、檜山と接してきた、中田健との共同執筆による自身初の著書、代打の哲学が、幻冬舎から刊行された。同年3月31日には、自身初の短著、待つ心、瞬間の力を高才堂出版から発売している。2020年3月24日からは YouTuber 活動を開始。チャンネル名は檜山進次郎の名にしよ。元在日韓国人3世で、韓国名は高真韓。2016年3月4日、帰化が認められ、韓国籍から日本国籍になった。平安中学校に通っていた中学生時代には、1982年劇場公開の松竹映画、蒲田行進曲の京都ロケ、セリフなしのエキストラとして参加した経験を持つ。阪神の現役選手時代から、公式サイトのひのき舞台をベースに、以下のような社会貢献活動を展開。ひのき舞台内のチャリティーページで活動の成果を随時報告している。また、プロ野球のオフシーズンには毎年ファン参加型のチャリティーイベントやチャリティーオークションを実施。チャリティー活動の収益金を24時間テレビチャリティー委員会へ全額寄付している。2011年11月23日に京都府宇治市で開催のチャリティーイベントでは子供たちとの交流企画であったキックベースボールで女児を抱えながら打席から一塁へ走ったところバランスを崩したため女児をかばって左半身を地面で強打。その後の診断で左鎖骨の骨折が判明したが女児は大事に至らず檜山自身も翌年にはオープン戦の終盤から一軍へ合流できるまでに患部が回復している。テレビラジオテレビ映画 CM コラム高真韓に関するカテゴリー。ありがとうございます。